40年度エネルギー計画というものに着手したということで、未来のね、日本の発電をどのようにするかということを、まあ、決める基本計画なんですよね。これを経産省が来年度中に、まあ、まとめるということなんですね。特に問題なのは電源構成をどうするかということ。これ2つ問題があります。1つは原発動かせんの問題ですね。今ほらね、非常にこの再稼働のハードルが高いので、なかなか再稼働が進まないという状況があります。でそれ以降ね、長期的に見た時に、まあ、再稼働するかしないかの問題とは別に、もう古くなってる原発を建て替えるかどうか、これリプレイスってよく言いますけど、リプレイスできないと、もう今ある原発がどんどん老朽化するだけに なりますよね。だからまあ再稼働できるかどうかの問題と、リプレイスできるかどうか、新しくね作れるかどうかですね。この2つの問題が、まあ、原発関連では課題となるわけなんです。でもう一つ、世界中から日本は石炭火力を使ってるというのがものすごく批判されているわけなんですよ。その批判にも当たらないんですけどもね、これ一応経産省はなくすって言ってるわけです。石炭火力を手放して本当にいいのかと、私は石炭火力は残すべきだと思いますよ。なんなら増やすべきだと思ってますよ。非常にね、肺炎脱離装置いいの作って、ノックスソックスをですねほとんど除去できるようにしたのも、初めてやったのも日本ですよ。そして IGCC というね、世界最高性能の発電効率、世界最高性能のものを作ってるわけで、環境に悪いと言われていた石炭を環境によく使いこなせるような、そういう、発電設備を開発してるんですよね。でそれを世界に輸出して、世界のね環境対策に非常に大きく貢献しているにもかかわらず、日本は欧米社会から石炭を燃やすなんて何事かと言われてるわけですよ。中国に言えやって話ですから。日本はクリーンに石炭を使ってきたわけですからね。でも一応経産省はもう石炭なくすって言ってるわけですよ。原発どうすんの、石炭どうすんの、原発増やそうにもなかなか増やせない、石炭をなくす、じゃあどうするんだと、何を増やすんですかって話なんですけども、天然ガス価格がね高騰しているので、あまり天然ガス増やせないし、石油もねなんか良くないということで減らしていかなきゃいけないってことになると、じゃあ結局はどうするのか、増やすのは原発と再生エネルギーですよ。原発増やせるかどうか、これ再稼働にかかってますからね。政府が再稼働って言ったって、地元が承認しなきゃ動かせないわけですから、いくら電力会社が動かそうって言ったって、政府が動かそうって言ったってね、また別ですからね。だってもうハードルは決まってるわけで、これをクリアしたかどうか、これとあと地域のね了解が得られたかどうかで再稼働なわけですから、この再稼働に関しては、破局的な原発事故が起きた時に30キロ圏内の人たちが迅速に全員避難できるような避難計画を立案しなくてはいけないわけなんです。ところが能登の震災で分かったみたいに、まあ、破局的な事故には至らなかったけれども、本来避難すべき道が寸断されちゃってて、あれ事実上避難不能だったんですよ。30キロ以内の住民全員が整然と退避する避難計画を用意しないと再稼働できないわけですから、じゃあこの道寸断したらどうすんのと、能登でできなかったじゃないってなった時に、じゃあ破局的なね、だから大地震が起きた時、津波が来た時、30キロ圏内の人を整然と退避できるかと、まあおそらくそういう計画を立案することは不可能だと思います。できるという人が現れたら、多分その人は嘘つきです。あの日クラスのね、東日本クラスの大地震が起きた時に、30キロ圏内の人を、じゃあ海があるじゃないかって、無理ですよ。だって津波警報がなくなるまで船出せませんからね。ですから陸上の道じゃなきゃダメ。だって能登里山道路80カ所寸断してるんですから、無理ですよこれ。なのでこれを条件にしちゃったわけですから、30キロ圏内全員避難ですからね。それの立案ができない限り再稼働できません。だから再稼働のハードル上がったんですよね。だから再稼働をこれから、進めるにしても、なかなか思うようにできないと思います。じゃあ何増やすんですかって、再生エネルギーって正気ですかね。これ以上太陽光増やすんですか、これ以上風力増やすんですか、これもう国定公園壊すしかありませんよ。でまたね、長らく雨が降ってますとか風吹きませんとか言ったら、じゃあどうすんだって話で、これ電力不足になりますからね。だからこれね、再生エネルギーなんか増やさなくていいんですよ。再生エネルギーなんかなくたって
しっかり発電できるように石油火力、石炭火力、天然ガス火力、ここをがっちりと用意しておいてね、それで晴れた日が続いたらラッキーぐらいの感じにしないと、もうね、この、再生エネルギーというのは非常に不安定なので、これに頼ると電力の安定供給できなくなりますからね。晴れた日が続いたらラッキーぐらいの感じで、その分ちょっと火力発電出力弱められるよねぐらいの感じでやらないと、日本の電力を再生エネで担っていこうなんていうことは、もうこれはですね、日本の電力の安定供給を放棄するようなものですから。ですからこのね、40年度エネルギー計画着手って、これはどういう議論になるんでしょうか。原発を作るってなるのか、本当に石炭やめるのか、マジで再生エネルギーをね倍にすんのか、怖いですね。あるべきところに着地する気配がしないんですよ。めちゃくちゃなところになってね、計画になって、でなんか長雨だか爆弾低気圧とかなんかでもって日本中停電ってなって、やっべーってなって慌てて、やっぱ石炭もっと買えばよかったなんて言ったって後の祭りですからね。まあでも日本ってそういう風になって大停電とかになって、もう日本中からバッシング受けてようやく気づくみたいな、そんな気がしますよ。もう経産省はね、電源構成とか考えたらもうめちゃくちゃなこと言いますからね。再生エネで石炭なし、原発リプレイス、いやいやいや、もう最悪ですよね。まともな結論にはならないと思いますよ。リプレイスって言ったところで無理ですからね。原発って計画して地元の議会が議決しますよね。そっから最低20年で、だいたい伸びてだいたい30年かかるんですよ。で議決してから30年ですからね。私いくつになってんだその時。だからね、はい、じゃあ作るぞって言ったって 5,6 年後にできるわけじゃないんですよ。議会通過してから30年ですからね。議会通過するまで何年かかるんです？5年かかったら35年、10年かかったら40年ですよ。40年後に東日本語初の新型炉ができるって、40年後ってもういくつも廃炉になってますよ。だから原発の数を維持することはほぼ無理ですよ。じゃあ一体どこの自治体が新しい原発の建設許可するんです？どこが許可するんです？どこの住民が新しい原発の建設を受け入れるんです？めちゃくちゃハードル高いですよこれ。でいて40年後ですよ。40年後原発いくつ減ってるんですか。どん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 廃炉になってますよ、40年の間に。だってもうすでに30年の原発あるんですよ。40年後って70年動かすんですか。無理よ無理。やっと一基できたって言ったらもう十何基廃炉になってますよ。原発の維持自体はもう客観的に考えて無理です。別に賛成反対関係なしに客観的に考えて無理なんです。本当に原発増やそうって言ってますよこの人たち。原発をね、今 5.5% でしょ、将来 22% にするって言ってますよ。今 5.5% しかないのを4倍動かすって言ってるんですよ。無理です。もっと現実的なプラン考えましょうよ。石炭減らしてる場合じゃないから。そう、火力増やせばいいんですよ。というわけです。武田恒康チャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして誠にありがとうございました。動画の評価、いいね、チャンネル登録もお願いします。本家武田恒康チャンネルでは毎週木曜日夜8時、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ、わかりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね。